ごま油を入れて、ここに冷凍しておいた豚こま肉をざっくり切って投入します。ってことで、冷蔵庫と冷凍庫にあるもので焼き飯を作っていきたいと思います。なかなかばらけない。一度レンジで解凍した方が良かったかな。どうせ炒めるからいいかなと思ったんだけどね。こりゃ思ったよりかかりそうだな。少しずつなんとかなってきたか。まあ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 、この先もね炒めていくんで、ある程度でいいんじゃないでしょうかと。いいよ、これよし。まあこんなもんでね。ここに冷凍保存していたネギを入れます。まあある程度ね、こうちょっとなじませてみたりとかして、でそこに醤油、そしてご飯、これも冷凍保存してたやつですね。あ、これはちゃんと電子レンジで温めてから入れてます。で、もう一個。うちにある普通の米は今のところこれが最後。スーパー行ってもなかなか売ってないんでね、今ね。まあ、新米が出るまで待ちますってことで。パックのご飯はあります。さてここに冷蔵庫にあった賞味期限もうギリギリになっちゃってるからし高菜、全部ぶっ込んでます。このからし高菜を入れるから、さっき醤油の量がね、まあ、少なめにしてたわけですよ。結局醤油入れてるんですけどね。肉もすっかりほぐれたし、ネギも柔らかくなりました。いい感じになったんじゃないでしょうか。はい、ということでからし高菜焼き飯完成です。うまかった。ご視聴ありがとうございました。